この服に合う、猫ちゃんの帽子を作ってみたいと思います。デザインは、なんかこんなのにしようかなと思ってます。なので何色がいいかな、この赤い、黒い帽子で赤いリボン、まずこっからかぎ針で編んで、こうこんな感じでこっちからこう編んでいきたいと思います。まず輪っかにして細編み6目、2、3、4、5、6目編みます。でこれをおります。よっ、あ、痛い、あ、ちよいしょ、熱っ。ね、ここの最初のところに、最初っていうか最初の細編みのところに引き抜いて、で次の段は2目ずつ入れてください。細編みで1目に、2目ずつ入れました。で最初の立ち上がったところ、最初の細編みのところに引き抜きます。で次はまた立ち上がって、1目編んで2目目に2目編みます。2目入れます。見にくいけど、1目編んで2目目に
段目1目編んで2目目に段目だから全部で18目になるんですね。1、2、3、4、5、6、7、ってなったかな。もうちょっと直径大きくしたい。次4段目は18目、3段目が18目なので4段目はプラス6目、24目になります。さっきはから1目目普通に細編み、2目目に2目入れたので今度3目目に、2つ入れます。1、2編んで2目編む、1、2編んで2目、よいしょ、こんな感じかな。ちょっともう一回り大きくしようかな。から次は24目に8目足して32目から次は1、2、3、4目目に2目かな。1、2、3、4目目に2目、なもんかな。ここに角をつけたいので手前の細編みの方だけ引き抜き編みで。鎖の手前の目のとこだけ引き抜き編みをしてぐるっとしていきます。こんな感じで、こんな感じで、はい、一周回りました。そしたら次はさっきのこれが鎖編んだからこの後ろ側のまだ編んでない編まなかった引き抜かなかった目が分かりにくいですけどそこに
底の目に入れて、これかな、底の目で細編み、これにここに入れて一目ずつ細編み、こんな感じで、そしたらこんな感じで角が、ここの帽子のここのてっぺんとの角が立つと思うので、はい、一周編めました。このままずっと、続けて必要な長、ここの長さになるまで、編み続けてください。2段だけ赤で編みます。同じ感じで編むんですけど、2段だけ赤で編んでください。次は、色を変えてつばのところを編んでいきたいんですけど、まず、ここのまた、この1本だけのところに引き抜き編みをくるっとしていきたいと思います。こんな感じで、次はつばのここを編んでいくんですけど、ここを編んでいくときに、一番最後のところが、確か 1、2、3、4つ目に2目入れたので、次は5目目に2目入れます。で、細編みで5目目に1、2、3、4、5目目に2目入れます。で、この細編みは、さっきの引き抜きしたやつの一番こっち側だけ、こっち側のこれ1本だけを出ます。1、2、3、4、5目目に2つ入れます。1、2、3、4、5、こんな感じでぐるっといってください。はい、こんな感じになりました。また次の段は、さっきが5目目に2目入れたので、次は6目目に2目入れてください。で、細編みを編んでいきます。
1、2、3、4、5、6目目に2目。1、2、3、4、5、6目目に2目。こんな感じでずっとぐるーっと一周してください。と、こんな感じなんですけど、ちょっとこういう楕円形にしてこんな感じに、こんな感じに上から見たらしたいので、ここだけ、もう一段加えて編んで、一応もしちゃんと編めてたらぐるっと42目で編めてるのが正しいと思うので、ここ6目、ここ6目で、こっからここまでで15目、からここまで15目みたいな感じで編みたいと思います。で、この6目は引き抜きで編みたくないので編みません。で、ここの半分から一応やりたいので3目引き抜きます。で、15目、1、2、3、4、5、6、7、今7目編みました。15目編むんですけど、さっき6目ごとに2目入れたので、今度は7目目に1目入れます。で、7、8、9、10、11、12、13、14、15で、6目引き抜きます。1、2、3、4、5、66目引き抜いたので、また、15目編みますけど、7目目に2目入れます。1、2、3、4、5、6、7目。はい、15目編めたので、次3目引き抜いて、最初のところに引き抜いて終わり、これで終わりか。はい、こんな感じ。どうかな、
な感じになりました。でこの一応一段細めにしてるところをあんまり変わってないけど一応耳のところにしています。で、結局こんな感じになりました。ここ、こっちが後ろでこっちが前です。着せてみたいと思います。ひなこ、ひなこ、お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 、ひなこ、こんな感じです。こんな感じです。ほい、きなこ、きなこ、きなこ、こっち向いて、結構激しく走っても